した表現力で音に命を与えるバイオリニスト宮本恵美里さん。輝き続ける彼女のライフスタイルとは。お客様と生涯を設計する一生涯のパートナー第一生命の提供でお送りします。世界的なオーボエ奏者宮本文明さんを父に持ち、情熱的ながらも澄んだ旋律でクラシック界期待の新星として昨年デビューした宮本恵美里さん。本当に一番自分が練習の合間にホッとする瞬間は、紅茶をいただくのがとても大好きです。紅茶を身近に感じ始めたのはドイツのインターナショナルスクールに通っていた頃でした。向こうの学校では、授業中とても自由で、紅茶を飲みながら授業を受けていて、なんか紅茶飲みながら勉強をして集中するのも、こういう手もあるんだ。ポットを使って自分で作る、その過程にも密かな楽しみがあるそうです。お湯を入れてその葉っぱのジャンピングする瞬間がいつもすごく楽しくて、わーっとなるところを眺めているのがすごく楽しいです。出来たての甘い香りが鼻先をくすぐります。今日はミルクを加えてマイルドな口当たりに。熱いか。ロイヤルミルクティーにするのもとても大好きで、いろいろ、キャラメルとかも入れたり、その時の気分によって自分でアレンジしたりすることもあります。近頃は紅茶とともに様々な香りのアロマも楽しんでいます。リラックス効果倍増なのだとか。レコーディングの時はコンサートの時の本番とは違った緊張感が自分の中ではあるので、そういう時に温かい紅茶を